代を先取るというと、その生産性がどうやとか、ね、製造効率がどうやというようなことやろ。あるいは利便性がどうちゅうけど、そんなものを追いかけたってな、ほんまに生活に役に立つようなもんは私はできひんと思って。天然繊維が一番優しいもんな。うちは天然繊維の綿帆布とか麻帆布を扱って、まあ、カバンなんかの製品を作ってんやけれども、でその中で帆布っていうのは非常に丈夫な素材やから、昔からその帆布を使って、まあ、実用的なもん作ってきたから、やっぱりそれを作り続けようと。でついてはできるだけ長くね、飽きられんと使ってもらえるような製品を心がけていかなあかんなと思ってきてんけど。これ一番古い1940年ってことは80年前オールだ。だからここにいる人たちの使ってるミシンはどれ一つコンピューターついてない、全部自分の筆で。主に下職としてミシンのフォローというか、ボタンをつけたりですとか、あの肩で印をつけたり、もともと別の仕事してたんですけど、ものづくりがしたくて、仕事何してんのとか聞かれて、一澤帆布でカバン作ってますっていうのがすごいかっこいいなと思ってます。ミシンが上手に踏めるように、いつも前で仕事をしてお手本を見せてくれているので、その技をこう盗むじゃないですけども、ちょっと教えてもらいながらベテランの職人になりたいなと思います。それぞれが自分なりにその作り方やら書いたノートはある。でも絶対この通り作れっちゅう言い方はしてない。マニュアル通りにしたら間違いのもんができるやろ。そやけど、あのそれ以上のことせえへんでしょ。大量生産、大量販売にするんやったらマニュアルにせなあかんかもな。
でもそういう気持ちがないもんな。パーツが3つ、このパーツを最終的に1つに縫い付けるという作業になります。ミシンもやっぱり全部状態が一緒っていうことはないので、70% ぐらいの調子で縫うのであれば違うミシンに切ってもそれはもうすぐに調整できる話なんですけども、それを90、95に引き上げていこうとするとやっぱり何ヶ月かかかって調整しながらっていうことは必要になってきます。まずみんなでいろんな意見を言って何度もそこで改良して、で次に実際に使ってみてこれやったら大丈夫やったら初めて新作で売り出すんだ。ネット販売したら24時間いろいろこっちへ情報が来るでしょ、お客さんから。そしたら寝てられへん、忙しなるやん。それよりもやっぱり自分とこの店に来てもろうて、その製品をまず見て手に取って、場合によったら匂いも嗅いでもろうて、で気に入って買うてもらうのが一番間違いないやん。